今回紹介するのはサイバー攻撃ネット世界の裏側で起きていることという本ですあらゆる危機がネットワークにつながるようになった今誰しもサイバー攻撃と無関係ではいられない重要な情報を守るためにはそれを狙うハッカーたちの手口を理解する必要がある彼らが攻撃の糸口にする システムの脆弱性とは何か脆弱性をつくサイバー攻撃はどのようなものか国際的に活躍する情報セキュリティ研究者がその原理から対策までを平に解説脆弱性のぼんやりしていたイメージがはっきりしてくる本一般企業の情報セキュリティ担当部署に定期人事異動で配属された素人でも本書を読めば。 外部からシステムを乗っ取りまたはデータベースの情報を盗み取るといったあたりを垣間見ることができると思うこれまでぼんやりしていた脆弱性というものがはっきりしてきたのでほし第1章は脆弱性の基礎的な解説第2章は発見された脆弱性を管理する組織があり修正を促す仕組みについての紹介 読者には厚耳第3章と第4章は C 言語のプログラムソースコードを提示しながらどのように攻撃すれば制御乗っ取ることができるか等が解説される脆弱性のタイプは多様であるがそのうち代表的なバッファーオーバーフローの脆弱性バッファーオーバーフローと書式指定文字列の脆弱性 フォーマットストリングバグを取り上げている。実際には外部の攻撃者からソースコードが見えているわけではないから、はるかに複雑、困難なのだろうが、外部からの制御乗っ取りの可能性の実感を持つことはできた。なお、読者は C 言語を学んだ経験は全くのゼロ。ずっと昔にフォートランとベーシックを教養科目で少々であるが、 そんな初心者でもポイントだけは理解できるように書かれている第5章では脆弱性のあるウェブサイトに悪意あるコード HTML や JavaScript を埋め込むことによってそのサイトにアクセスしてきたもののクッキーを盗み見たり気づかないように悪性サイトに転送させたりする攻撃法クロスサイトスクリプティングについて解説第6章では 外部からデータベースの機密情報を盗むことができる攻撃法 SQL インジェクションについて解説外部からの不正な問い合わせに対しエラー結果ではなく不正なレスポンスを返すシステムがある場合脆弱性があることがわかるのだという脆弱性がある場合には SQL インジェクション攻撃により DB 情報が盗まれたりするということは DB に怪しいアクセスがある時には実害は報告されていなくても誰かが脆弱性の有無を探っているのかもしれない第5章と第6章は HTTP や SQL を知らない読者にはやや難しく本書でも若干の解説はある原理的な部分がおぼろげに見えた程度だが DB からごそっと情報を盗む方法があるということは分かった最終第7章では脆弱性情報の売買市場サイバー戦争などを紹介アップル社の iOS で大きな脆弱性情報を見つけることができれば報奨金はなんと最高150万ドル悪い輩に売り渡せという話ではなく ソフト販売会社自身やセキュリティ会社も情報の買い手になるのであるこんな市場があることも読者には初耳であった以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします